歩後です。大阪丸ビルのタワーレコード横にある、レコードアングラーさんで、吉沢明恵の季節外れの恋をゲットしました。スケバンデカ2、少女鉄仮面伝説の挿入歌です。中身を見てみます。台紙が入ってる。これはデフォルト？これはレコードね。おなんこクラブが載ってます。こっちは吉沢明恵ちゃん、かわいい。スケバンデカの時とイメージちょっと違うな、いい意味で。歌詞が載ってます。ファンクラブの募集案内。6ヶ月1500円は安い気がする。プレゼントの応募方法。しかし、これは切り取れんね。裏が余白とはいえ、今なら付属のハガキやろね。裏側、誰が誰か全然わからん。この数字は会員番号と思うから、詳しい人ならすぐわかるんやろね。秋元康さんと結婚したメンバーやね。25番吉沢明恵ちゃんや。一番前のセンターやけど全然知らない。歌を聞いたからわかったけど、5番が国生さゆりと思ってたけど、8番が国生さゆりだった。このレコード、A 面が45回転、B 面が33回転で再生です。裏表で回転数が違うレコードあるんですね。A 面の回転数のまま、B 面を再生したら、めちゃ早口で、ヘリウム吸ったような歌声になってました。ではでは。